ほんで、そのあるっていう竜神だって、竜神だって、恐竜神だって、最後はね、一番最後の、第一宇宙の最終はね、最終ターンというか、最終ステージね。で、まあ同時に猫でもあった。二つの穴、ね。まあ二種類になった。そういう編集が初めて始まったのも、その第一宇宙だけど、いや、それは何だかと、要するに、哺乳類人類にならへんから、なんでやろう、なんでやろうって、試行錯誤して、それが第一宇宙。で、猫の避妊去勢の始まりっていうのは第2かな、第3かな、第2の終わり頃からそんな文化が始まっちゃった。あれ法律でも何でもいいから、今でもね。あ、第4では法律化されてるけど、第5ではこれはあかん。他の国です。人間の先祖数とかいろんなところで。で、第5では地域のこっちを法律だからね。で、まあ市役所とかにさ、知らせ多いと思うんだけどな。ほんで、まあ、だって気をつけないと。で、生成物方法に、それ場合もあるからね。向こうの生成物ね。さて、それで、第一宇宙の実は丸曲の話。木星の丸曲。つまり今回の1から5まで行ったけど、丸曲設定の実は。で、丸曲がもうないのは第五宇宙だけ。つまり丸曲を破壊し、したのは最初に破壊した第4。第3で破壊するぞって言ってたし。で、第4で破壊した。どうやって破壊するかっていうと、丸軸担当の宇宙、そうすれば、実際の天体の丸軸は破壊されない。で、この地球、アスカルゴールね、アスカルゴールを破壊したいと思ったら、宇宙を破壊したらアスカルゴールも破壊される。ね。それと同じこと。じゃあ、地球に妹アスカルゴールときは、アスカルゴールを破壊したら、丸軸は測る。実はこの1から5まで全部丸軸修正のためなんですよ。だから丸軸修正始まっとってで、それが丸がディータの話だし、まあ、脳大陸みたいな形をした SF 小説かファンタジー小説か、あれは、それは丸軸の話なんですよ。で、丸軸残党の文明がカルディの。意外と進歩してるでしょ。だから、それゆえの、失敗も多いだろうし。無理があったから、そこまで進歩させてあげることに無理があったってことでしょ。だから、まるでこの歴史でもちょっと素朴な人間本来の気持ちの整理をできるような、そんな話に変えてくる君の先生って、そこ君の先生だと、君の感情を逆なするのもあかんし、君が、あ、気持ちレベルはこういうふうな選択肢があるのが、一番の気持ちを、ちゃんと分析できるわ。でしょ？いや、そういうふうに書いてくださいって言われたから、もう書き始めてるよ。めっちゃ内っぽい話だよ。男の子を使用計画したのは、マルガリータ。だからまあ、安心してるぐらいですか。マルガリータ書くときに私鉄だったけど結構。だいぶ先まで進んだの知ってる。で、前死んだときに、いや、第4章かな。アスカ、アスカとして死んだ、あと40年かも。要するに、第4ではアスカが撃っちゃったからね。うちの死後40年間は地球続くから、壊すよりも。だから、40年間の間に読んだからね。マルガリータ。ああ、テレビシリーズだったよ。まるで、銀河鉄道みたいな、シスリナみたいな。めっちゃ怖かったよ。だから、第3でもあったかな。ね、すいません、まるで癖ってな。だから、第4の時は怖くて見てなかったし、もう、噂は知ってるけど、今回もみんなが噂してるいろんなコミックスほとんど読んでないんだよ。一生懸命読んだのと、どっちかやったら、今回あんまり騒がれてないやつばっかりから、今回初めて騒がれてたものが、ああ、どんどん読むの、実は。読む気せえへんねん、実は、そういうの、うちは。そらせば、うちが先々そんなんでおかしいよ。みんながそんな先々の敵なんだよね、実は。そらせば、アスカについてもまあ、だけど、妹のバージョンだけですね、お好きにどうぞってしか言いようがない。ね。アスカの周囲の罠張ってあったらいいと。敵味方どっちも うちの方はほとんど罠張ってないでしょ。ただその、霊界ガードが強い。霊障。まあ、それ、あいつもそうやけど、ね、うちの方も、うちはめっちゃアスカガードドッパーで、うちがアスカガードだから。で、アスカは丸抜けるから、丸つくっぽい。だから、特有の、近づき、
憎さ、近寄りがたさってなるでしょうね。だから内に対する近寄りがたさと、確かに対する近寄りがたさは違うわけだけど、共通の面があるとすれば、その姉妹だから、絶対。今回は父親が一緒だ。別のバージョンもあると、母親が一緒だと、そのあるよ。